こんにちは、モスマンです。こっちの動画は、デュープロセスの、血統、それからボケの方ですね。お母さんのローズローチはどういう馬だったか、3代母のショートスカウトじゃどんな馬だったかっていうね、血統のボケのファミリーラインの方の話と、あと馬体の話、つまり大馬メジャーに似てるの似てないのっていうようなところのね、そういった馬体の話なんかをちょこっとしようと思います。デュープロセスなんですけれども、父が大馬メジャー、母がローズロー、これ2010年産のニューアプローチさん。ニューアプローチっていうのは、ガリレオ産駒のイギリスダービー馬ですね。G1 4勝かな、2400m の G1 を、ね、飼っているお父さんで、そしてその前がショートスカウト、これがディクタット、モーニング産駒のディクタット産駒なんですけど、まずね、この馬のお母さんのローズローの話からしますと、ローズローはね、未出走みたいですね、どうも。ゼロ戦ゼロ勝です。1回も競馬使わずに繁殖入りしているみたいですね。2代母のショートスカート、これを調べてみたところ、この馬すごいですね。この馬すごい、まあ競馬、ネット競馬 .com にも出てるんですけど、もうちょっと突っ込んで言うと、ショートスカートはね、ディクタットさん、母が、マッチトゥリスキー、ね、バスティノの肌ですね。この馬なんですけども、現役時代ね、イギリスオークスで3着入って、その後にヨークシャーオークスで2着、その後ね、さらに G3 のレースにも勝って、しっかりね、グレードレースも勝って、さらに、まあ、イギリスオークスで2着して、ヨークシャーオークスでも2着に入ってっていうね、長い距離で、まあ、チャンピオンディスタンス 2400m 級でね、G1 で勝ち負けをした、素晴らしい成績を、持っている馬だってことが分かりました。そしてこの馬、もう一つね、独立すべき馬ね、取引価格ですね。ショートスカートが、取引された、タタソウルズのディセンバーステークスですかね、ヒップナンバー1683番、ちょっと後ろの方ですけどね、ブックのね、4とかもっと後ろですきっとね。ダーレーの代理人のジョン・ファーガソンさんの名義で、購入されてまして、ですね、価格が、283万9305ドル200万ドルオーバー、ほぼほぼ、まあ、300万ドルってことで、1ドル110円換算だとね、3億円近い価格なんですよね。ショートスカートが3億ですね、このまま。で、3億円の、まあ、投資に見合った成績出してますよね。G1 こそ勝てませんでしたが、エプソンオークス3着ってのはもう十分だと思いますね。で、その母のね、このマッチトゥリスキーって、この娘が3億で取引されるってことは、この馬はどうなんだろうと思ったら、この馬はね、またちょっと未出走みたいなんですよね。なので、未出走のお母さんに、まあ、ディクタットつけて3億で売買されたってことはね、よっぽど馬が良かったんじゃないかなっていうのが僕の、まあ、予想ですね。で、血統的には、まあ、2代母がね、イギリスオークス3着っていう、1本芯の入った母系だってことが分かりました。で、ニューアプローチはイギリスダービー馬、お母さん、2代母がイギリスオークス3着ね。で、ディクタットこそね、少し短めのイメージですが、その前はね、バスティノとかね、どうも母系はね、かなりの、まあ、スタミナ血統、スタミナに業績を重ねてきたお父さんお母さんたちが重ねられてるんですよね。このデュープロセスはね、大和メジャーに似てるのか似てないのか、どうなんだっていうところなんですよね、馬体的にね。で、僕ね、YouTube でヤーシュンさんという方がね、毎回すごい綺麗に立たせたね、静止画のこう馬体の画像を使って馬体診断っていう YouTube 動画をね、上げてらっしゃるんですよね。多分ご覧になった方も多いと思うんですけど、僕もね、大変参考にしてますね。あれだけ綺麗に静止画で見れるサイトはちょっとないですからね。で、今回もね、ヤーシュンさんの動画でもってデュープロセスの馬体を確認しまして、大和メジャーを横に並べて、そしてニューアプローチをね、横に並べてみたんですけど、僕はね、個人的にどっちかというとニューアプローチの方がちょっと似てるかなと思いましたね。ニューアプローチの方が首長いですね。で、気候が抜けてこういう、丸い形してますけども、つる首っていうんですかね。デュープロセスは4月3日生まれだそうで、ちょっとね、遅いですよね、誕生日が。なので、まあ、比較的遅生まれってことを考えると、
デュープロセスは今でこそね、まだ首そんなに長くないんですけど、大人になってきたらもっと首が長く伸びるので、コバになって完成してきた暁にはね、気候も抜けて首がね、ニューアプローチっぽいような感じの首になるんじゃないかなっていうのが僕の、印象で、取り立てでスプリンターっていうような体つきにも見えなかったんですよね。で、血統的には母系がもうヨーロッパの 2400m に圧倒的な実績のある母系ですから、燃える気象の大和メジャー3区ですが、僕はこの馬ね、2000m まではまず距離持つんじゃないかなって個人的にそう思ってます。で、もうちょっと言うとね、レースを見てもこのまま距離持ちそうだなって思わせてくれるレースがあって、それがね、中京のレース、昇竜ステークスか、このレース出遅れて後ろからになっちゃったレースですよね。13-13で4コーナー13番手で回ってきてる、つまり最後方で4角回って外からなんですけど、1400m とはいえね、こんだけコースロスで大外ぶん回してね、まだまだ足勢いがあって、もうかなりお釣り残した状態で勝ってるんで、もうちょっと距離伸びてもとは思うし、芝はね、もしかしたら小馬になったら芝でもやるかもしれないですね。この血統で母系がヨーロッパのね、芝の長いところで業績のある母系に、サツキショーバーね、ダイヤメジャーでなんでダードばっかり使ってるんだっていうのはちょっとね、疑問だったんですよ。でちょっと調べたら、一つね、記事出てきて、デビュー戦からね、2戦手綱を取ったモレイラ騎手が、2戦目のね、未勝利勝った時にこのまま芝使わない方がいいよっていうアドバイスをしたとかしてないとかね、そんな記事が出てきて、多分ね、実際そういうようなことを言ったんだと思うんですよね。で、芝はなんか走りがあんまり上手じゃなかったからダートの方がいいと思うよっていうようなアドバイスをしたっていう、それが真実だとすると、今のところニューアプローチ5000万稼いでるんですけど、これモレーラ騎士のね、この一言で5000万、彼のコンサルタント料みたいなもんですよね。彼のコンサル一発で5000万ですよ。ただね、前走のこの5月の12日の清流ステークスですかね、これレース見たんですけど、これね、外枠から発走して、外のね、芝コース走ってるんですけど、逃げたカフェクラウン、結構なスピード馬ですよね。この馬、あとね、先頭争いをして、結局、行き切らなくてね、4番手に下げたんですけど、最初のスタートしてのその100何メートルぐらいを芝で、先行争いできるだけのスピードを見せてたので、半年でね、デビューして、11月17日にね、デビューして、5月の12日、約半年あって、モレイラ騎手、11月の段階ではね、芝があんまりうまくないよっていうことだったと思うんですけど、5月の段階で僕はね、結構芝の上でももうスピードに乗って先手争いできてるじゃんっていうのが僕の感想なんですよ。つまり馬が成長してる。で、そしておそらく調教の方でもいろんな工夫がね、きっとされていて、人為的に、あるいは馬の成長的に言ってもね、デビュー直後ほど芝はね、気にしてないんじゃないかなっていうのが僕の、ちょっと印象なんですよね。なんかネットのね、こう記事読んでると 1600m までじゃないかなみたいな記事もあるんですけど、そういう解釈は当然あるとしつつも、僕はね、この馬ダイワメジャーよりはどっちかというと母系の方の遺伝子が前なんじゃないかなっていうのが一つなんですよね。ただ顔面のこの真っ白いね、ホワイトのソックスはダイワメジャーそっくりですよね。なので、なかなか難しいんですけど、僕の個人的にはデュープロセスは母系の方がちょっと遺伝子前じゃないかなっていうところですね。で、 2000m までは問題なく持ちそうだなっていうのも思っていて、小馬になってね、経験もっともっと経験積んで馬が競馬上手になってきたら芝でもね、やれるようになるんじゃないかなとも思いました。この馬引き続きちょっとね、僕は期待していて、ユニコーンステークスの予想もやってるんで、そっちはまた別動画にしたいと思います。よかったらこのままそちらの動画もご覧になってみてください。よろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。